はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT タカ ZGT と言います。ちょっとね、眠たいんですけどね、はい、眠たいんでね、何言ってるかよくわかんない場面がね、まあ多々あるかもしれませんけど、そこはすいません、はい、すいません、最初に謝っております。はい、ということで今回はこのパーティーで、特攻なし、まあ、特攻なしっていうか、うん、まあはい、まあ、封印してあるんですけど、封印した状態で特攻なしで、まあこのパーティーで、倒していきたいと思います。倒せるんですかね、わかんないですけどまあ多分倒せると思います。こんだけ Z ランクと、クリスタルイケメンがいれば倒せそうな気がしますけど、わかんないですね。火力がね923とかなり痛いですね、敵のダメージが。ちょっと厳しいところですけど、早くヒーバー入れないんで、ちょっと不安ですけど、まあ、スキルレベル高いんで、このパーティー。なんとかなりそうですかね。なんとかなりそうなんですか。ちょっと金食い姫さん打ってから、クリスタルイケメン剣打っての、ああ、ちょっと待った。ああ、G 技じゃない。ミスショットですね。ミスショットで。モンスト脳になってますけど。ああ、ちょっといろいろミスってますね。いろいろミスった結果、やばい。負けそう。いろいろミスってますね。ちょっと、やばい。ああ、やり直します。ちょっといろいろミスりました、今。今のはちょっとひどかった。今のはひどかったぞ。まあまあ、忘れましょう。寝れば大抵のことは忘れますから。はい、ね、一回寝ましょう。はい。よし。起きました。はい。まあまあ、早くヒーが入って、クリスタルイケメン剣もね、G 技で、アムロさんも G 技で、これで勝ちですね。はい。勝ちました。ありがとうございます。よいしょ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って、ヒーバーが入れ。ヒーバーからの。金食い姫さんを先打ちたい。よいしょ、そっこ。あー、G 技打てない。またしても G 技が打てない。まあ。これで打って。間に合ってないけど、まあ、ルシファーさん打って終わりかな。終わらない。やばい。はい。めちゃくちゃグダグダですけど。勝ちました。めちゃくちゃグダグダでしたね。もうちょっと綺麗に勝ちましょう。綺麗に勝つ。勝ちに綺麗とかないですか？汚いも綺麗もね。はい、ないですか？まあ、もう一回やりますね。勝てましたね。まあ、このパーティーなら勝てますよ。このパーティー、スキルレベルも高いんで。まあ、特攻、実質特攻みたいなもんですよね。まあでも、攻撃アップをしっかり貯めてあげるのが大変ですね、意外と。なんか、溜まりやすい攻撃アップ。何でしたっけ。黒みさん。百鬼姫黒みさんとか。あれ使いたいですね。せっかく手に入れたんで。ああいうの入れてあげたりした方がいいんですかね。ちょっと金食い姫さんが全然たまんない。まずい。ああ、ヒーバー終わっちゃった。ほんとグダグダですね。やっぱカチカチ難しいですね。ちょっとやり直します。いや、意外と難しい。意外となんか、うまくいかない。なんだかんだ、やっぱカチカチは、やっぱ勝ちいいですよ。やっぱ勝ちいいですね、これは。勝ちをそう簡単に勝たせてもらえないですね。負けですよ、これ。負けです。あー、もう本当にダメだ。HP もね。あー、まずい。意外と難しい。思ったより、ちょっとなんかうまくいった。危ない。よいしょ。
からの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 、あ、やばいやばい、ミスった最悪。あー、全然うまくいかない、全然うまくいかない、やばい、うまくいかないっすね。いやー、 G 技打ってない。いや、結構聴覚性プニ工場長さんいないと、いや、あれいるともうほんと世界変わりますね。別ゲーレベル変わります。金食い姫さん、金食い姫さんみたいな、よいしょ、あー、もう難しい、もうたまんない、ほんとたまんない、よいしょ、あー、もうなんで繋がんないの、あー、繋がんない、もう全然うまくいかない、あー、もうダメだ、あー、もうやり直したい、あー、やり直す。ダメですね、なんか全然綺麗に決まんない、眠いです。ちょっとね、ふざけてたんで眠い、ちょっと、あー、ダメ、金食い姫さん貯めて、クリスタルイケメンさんが全然貯まんない、ていうか全然貯められない、全然降ってこない、あー、もうやだ、あー、もう難しい、なんか全然本当にうまくいかない、やばい、まあ一回勝ちましたからもうよしとしましょうか。そういうわけにいかないですよね。いや、攻撃アップ、攻撃アップをなんか別のにした方がいいのかもしれませんね。あの、ダンドリーさんとか。そっちの方がいいんですかね。なんかあんまたまんないですね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よしよしよし。はい、入れた。はい、入れたけど、たまってないよ。いや、ほんとたまんない。やばい。ほんとためらんない。貯金と一緒ですね。全然たまんないですよ。それと一緒ですよね。ねえ。全然たまんない。よいしょ。あー、ダメだ。よいしょ。あー、もうクリスタルイケメンで。どんどん降ってきて。いや、これ運ゲーですね。この僕のテクニックだと。いや、上手い人なら運とか、そんな名前やかしい次元じゃないかもしれませんけど。たまんないんだけど。あー、これどうなる。あー、そうなるか。あー、金食い姫が。あー、もう無理だ。いや、難しいですね。なんでこんな難しいんですか。なんでこんな難しいんですかね。不思議ですね。よいしょ。意外とうまくいかないですね。そろそろ決めたいですよ。眠くてもうちょっと黙りたいです。黙れよって話です。よいしょ。あー、ひばよしよし。あー、これいけますね。あー、勝ちました。ありがとうございます。あー、ムロさんデカポイント作んないと。あー、作ってくれる、優しいな。あ、反撃も来なかった、優しいな。あ、反撃来た。あー、どうしような。で、これで終わりですね。はい、まあ、基本4発ですね。はい、こんな感じですね。なんか攻撃アップちゃんとたまんないと勝てないですね、当たり前ですけど、それが本当ためにくいですね。そこのキャラと相談ですね。攻撃アップ、ためやすい攻撃アップ。あんまり、ああ、間違えた。攻撃アップ。なんかためやすい。もう何ですかね。これたまりやすい。まあ、これも普通にたまりやすいです。これの技レベル上げるのも、アギですけど。
ちょっと火力が心配ですよね。うん、まあそんな感じですね。はい。ああ、これもいいですね。で、あと、ウサピョン。月見ウサピョンですか。これスキルマックスなんで、なんかうまいこと使いたい。はい。まあ、僕の、スキルレベルマックスの人いないでしょうけど、他にあんまり。はい、うまくいこと使いたいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、まあ、特攻なしでも、まあ、なんとか勝てました。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。